ありがとう。
いいわ、特別に教えてあげる。ここまで頑張ったご褒美よ。私の本職は医者じゃなくて盗賊なの。大陸を股にかけて手広くやらせてもらっているわ。Thank you.
そうだな。上出来だわ。いらっしゃい。思わせぶりなお大事にね。いらっしゃい。思わせぶり。お大事にね。よいしょ。
この壁は脆そうですね。またまた私のギフトの出番かしら。何かを発見しました。古い行動だからでしょうか。随分壁が脆くなってるみたいです。任せて、ガンガンぶち抜くわよ。リカさん、随分嬉しそうですね。よいしょ、よいしょ、バルキリーハンマー。宝箱がありますね。興味ねえな。街がちっちゃく見えるわ。でもキリシャちゃんちはさすが存在感あるわね。やった！
古い罠が残されていますね。要塞時代の名残でしょうか。何かあったのでしょうか。随分と騒がしいようですが。うわありえぬ、ありえぬ。今の人はさっきの。俺たちを見ても素通りとは見事な慌てっぷりだな。何がありやがった。退避、退避。あんなバカ力だなんて聞いてねえぞ。くれぐれも監視どもに気づかれないよう注意しろ。 お前たちは怪人。急げ。とにかくあとは団長の指示を仰ぐしかない。はっ。嫌な予感しかしないわね。いや面白そうじゃねえか。ここで一息つこうか。
なんだこいつは。この凄まじい雄たけび。アドル君、闘技場で聞いた鳴き声の主に間違いないわ。これは思った以上に凶暴そうですね。面白い。クリムゾンライン行くわよ。いいね、そそるじゃねえか。こいつは格が違うぜ。何よこいつ、尋常じゃない格だわ。ですがよく見てください、弱点があるはずです。狙いすまして一撃ですね。
どうだ。強さでした。ま、確かになかなかの手応えだが、おい、消えちまったぜ。見たことねえ獣だったが、アドル、冒険家の意見はどうなんだ。古代種だと？どっかで聞いたことあんな。確か大昔の地上を支配した巨大な爬虫類とかなんとか。はい、少し前に話題になったのを覚えてます。今はガルマンで盛んに研究されてるそうですけど、でもすでに絶滅したはずの獣だと聞いてます。どうしてそんなものが監獄に？ああ、そりゃ誰かが連れてきてぶち込んだからだろう。ここを管理しているのは聖国騎士団のようでしたが。ああ、上の連中は一体何を企んでるのやら。あの、私たち、もしかして見ちゃいけないものを見てしまったんじゃ。何を今さら。手間をかけたようだ、怪人の諸君。てめえはシャトラール。タカよ、戦う気か。その判断は20点だな。今しがた古代種の相手をしたばかりなのだろう。おいおい、シラを切るつもりもないとはな。古代種とやらはやっぱあんたたちの仕業ってわけか。君たちには今さら隠す意味もあるまい。それに赤の王、君ならいずれたどり着くと思ったよ。自分で確かめるといい。それも君の本分なのだろう。もっともここにはこれ以上の情報はないと思うがね。この人、もしかしてアドルさんの正体を。シャトラール団長、あなたは闘技場の事件は知ってるんですか？一通りの報告は受けているよ。じゃあ、あの事故の原因がここの古代種だってことは。うん、被害に遭われた方たちに申し訳ないとは思っている。やっぱり知ってたんだ。何が
何が聖国騎士団よ。ユファさん、バルドゥークのみんなは聖国騎士団を信じてる。騎士団はみんなの日常を守ってくれてると思ってるのに、あんなものを監獄に隠して一体何を考えているの。猛牛だったか。君たちは自らの力で知るべきだ。これから起きること、そして自分たちの正体に関してもね。私たちの正体、どういうことでしょう。てめえ、俺たちの何を知ってやがる。洗いざらい吐いてもらうぜ。真実は自分で見極めるしかない。ああ、私の話で君たちが納得できるほどことは単純ではないのだ。自らの手で真実を知って初めて意義ある選択ができるだろう。そしてその時、我々の行為が単なる裏切りではないと知るはずだ。一体何を言ってるの。そんな話をしたいわけじゃ。皆さん、検証が。アドルさん、人の気配が多数接近してます。君たちを見かけた騎士たちが通報したのだろう。ここは騎士団の管轄区域だが、緊急ならばロムン兵も駆けつける。さ、今のうちに行きたまえ。ああ、何言ってやがる。てめえを前に引くわけねえだろ。私は逃げも隠れもしないよ、タカ。いや、クレド・アイブリンガー代任。え、食えねえな、団長さんよ。そもそも包囲されてしまえば決闘どころではありません。行くぞ。なあ、以前から気になってることがあるんだ。気になってること？この塔の独房ってどういうやつに使ってるんだ。ほら、ここの囚人は下のトックとも扱いが違うし、逃亡を防ぐ仕掛けも他の場所よりやたらと厳重だし。上の連中が決めたことだから俺にはよくわからねえが、普通に考えりゃ習慣してることを外に知られたくない囚人だろ。どういうことだよ。やっぱり凶悪犯ってことか。あの赤毛の囚人はそんな風には見えないけど。だってうちの子が生まれたのを祝ってくれたぜ。凶悪犯とは限らないだろう。昔鉄仮面をかぶった囚人を収監したことがあるらしいんだが、その正体は後継者争いに敗れた王族だったなんて噂もあるからな。ああ見えてあの赤毛だってどんな過去があることやら。じゃあ意外に有名人だったりするのかな。今だったら身分ある囚人は下のトックに入れるんじゃないか。さあ、無駄口ばかり叩いてないで巡回を続けるぞ。
侵入方法だけど、もしかしたら通気口が使えないかな。アドル、中庭の北西に扉があるんだが、その先に確か通気口があったはずだ。なら、他の区画とは随分雰囲気が違うみたいだけど、なんとなく監獄っぽくないな。ここは書庫みたいだね。バルドゥーク要塞？随分と古い地図だな。そうか、バルドゥークが城塞都市だった頃の地図か。要塞を中心に放射状に広がってるのは昔の脱出路みたいだな。擦り切れていて読めない部分も多いけど。冒険家の血がうずくかい？脱出路は今も使えるのかな？トックから使えそうなのはジリオン鉱山から町の墓地へと抜ける通路があるみたいだな。アドル、妙だと思わないかい？監獄地下の全容は未だにわからないとされているはずだ。だったらこの地図は。ふざけるな。今日こそ話してもらうぞ。なんだろう。扉の向こうから聞こえたみたいだね。とにかく不当な逮捕がこれほど続けば、誰だって不審に思い始めるわ。最近、監獄内で異様な巨大生物を見たという妙な報告も相次いでおる。聞けば、いずれも聖国騎士団管轄下の区画で報告されたものだ。囚人たちをこのキンクトやらに連れ去っているという噂もあるぞ。ほう、そうでしたか。とぼけおって。グリア統治における貴公と聖国騎士団の功績は絶大だ。だからこそ本国もその治安維持や監獄に関わることを認めてきた。だがこの数週間における騎士団の動向はあまりに目に余る。総督が不在だからこそ軽挙妄動は慎むべきではないか。
この金庫は7年ほど前に発見されたと聞いておる。あなたがこのグリアに聖国騎士団を発足させてまだ間もない頃だな。聖国騎士団シャトラール団長、一体この場所で何をやっておるのだ。75点合格だ。本国の中央上層部に煙たがられ属州のグリアへ配置されたにもかかわらず仕事熱心なことだ。何？貴様どうしてそれを。連れて行け。シャトラール、貴様本性を現したな。俺を一体どうする気だ。何、次はあなたの番というだけだ。せいぜい役に立っていただこう。我がグリアのためにね。なんだと。ちょっとした手続きの後、あなたにはロムンにお帰りいただく。そしてこのバルドゥーク、いやこのグリアは我々グリア人の手に帰るのだ。参ったな。とんでもない場面に遭遇してしまった気がする。捕まったのはロムン帝国のベルガー監獄長だよな。下手に知らせると僕たちの身も危険かもしれない。この監獄は騎士団の制圧下にあると考えた方が良さそうだ。とにかくここにいるのはまずい。一旦外へ出てトックに戻ろう。参ったな。監獄はいろいろ噂があるけど騎士団にあんな動きがあるなんて。単純な武力衝突は正気の沙汰と思えないかな。ただ何らかの方法でロムンに対抗しようとしているのは確かだね。そしてその口火としてロムンの監獄長を捕らえた。あの団長の様子だと周到に準備を進めているみたいだ。僕も一応ロムンの人間だから見なかったことにするのもな。何らかの形で総督府に連絡できないか考えてみようと思う。アドル、君にとっては巻き込まれた形になってしまったね。まだ僕自身考えをまとめる必要があるかな。そういえばアドル、そろそろ塔の独房に戻らなくていいのかい？監獄はすでに騎士団の制圧下にある可能性が高い。しばらくは互いに慎重に行動した方が良さそうだね。また時期を見計らって特に降りてきてくれないか。